深くまで入り込めなかったっていうそんな感じの塚で殴り合ったみたいなね、そうですね、そんな感じしましたが、うん、さあということで、この両者は明暗分かれた本日の両者、はい、梅原選手に敗れてしまった川野、そしてフードとの激戦を制した孫という組み合わせが本日、はい、2人とも2試合目になりますね。そうですね。さあハメコさんどう見ますか。はい、あそのまあ今キャラクター選択ですでに出ているんですけども、うん、ちょっとそのキャミーはコーリンに対してちょっと戦いづらいというのがあるので、はい、カリンなんじゃないかなと思っていたんですが、うん、カリン選んできましたね。はい、さあこのカリンに対してさあ川野、まあただカリンは少なくとも昨シーズンはめちゃくちゃ対策されたキャラクターですからね。確かにそういう意味では今シーズンもそのカリン対策、カリン攻略というのは通じるでしょう。ただそれをどうかいくぐるか孫というところ、さあ両者準備は整うかというところ、さあ川野の V スキル、 V トリガーはいつもの 1,2 構成、さあ始まる川野コーリン対孫カリン、いってみましょう。孫カリン、略してマリンですか。魚群のマリンですか。そうです。まあ、組み合わせ的にやはりその、はい、カリンは中距離から非常にリターンが出るキャラクターですので、はい、まあ、特にその序盤戦という点で言えばコーリンよりも、まあ、その中距離軽く出せるキャラになってます。ただやっぱり V トリガーコーリンの 今回は川野アブソリュートゼロ V トリガー2を選んでいるんですが、はい、それが発動した後はそのリターン差ってひっくり返りますね。ですのでやっぱりそのなるべくその V トリガー発動される前にカリンがこの画面足にコーリンを追い詰めてあの体力を作っておきたい、そんな組み合わせだと思います。さあただいきなり大きなプレー出ましたね、うん、孫カリンの垂直に対して、はい、エクスフロストタッチ当て身を出していた川野という場面、完全に読みが噛み合ったような、はい、まあ、あの場面やはりその、はい、いわゆる詐欺飛び相手 の、まあ、じゃあの起き上がりにジャンプ攻撃重ねるっていうのは、このコーリンであれば、フロストタッチハイ、ジャンプ攻撃に対する当て身が発生1フレームですので、はい、それとの読み合いにしたと読み勝っていきましたね。お見事でしたね。さあそれによってラウンド一気に取ったのは孫カリン。さあ川野はこのラウンドはいい形で画面端攻めが続いていた。おお、スナイピング効く、長いぞ。しかしもうこれで体力6割以上残した状態で V トリガーを持っているので、ここは非常に強い状態です。そうですね、はい、いやここはヘイルストーンを使ってどうする。うわっ前に来た、うん、この辺り、はい、特にアブソリュートゼロこのスケーピングがあるので、うん、ヒットボックスと相性が非常にいいですよね。そうですね、予備動作なくとんでもないスピードで来ると、うわうまっ。そしてダイヤシロスからガード5、はい、素晴らしい。あの、まあ、カリンのしゃがみ攻撃ってリーチが長いんですが、はい、そのガード5 4フレーム目まではやられ判定がかなり前方に残っているので、あのように4フレーム発生の技、3フレーム4フレームの技であれば反撃が可能なんですね。これいきなり出されてできるのって相当すごくて、川野 のやり込み連動っていうのが本当に伺える反撃だと思います。今のワンプレーで、うん、そのこのカリン戦のやり込みが見られた。さあここも前に出るところ裏剣で止めてからのパラベラム。さあ被弾がないぞ川野コーリン。下がっているがマイキック。さあカリンの火力なら画面端とそしてスタンが絡めば上、いや高めを狙いに行ったんですけれどもね、ちょっと距離が遠かった。アイシクルスタンプ画面端からの脱出行動。さあしかしこれで川野がまずは先勝、はい、1-0 川野という流れ。序盤でやっぱりカリン側リードしないと少しその V トリが絡むと、はい、立ち回り苦しくなりますから、そういう意味ではちょっと序盤まうまく進めたいところですね。序盤が重要。ここはテンコからオロチが入って、ここも崩しが成功、 EX 成功。さあ画面端、これはカリンの理想的な、おっとヘイル。さあしかしこれは攻め継続しようかというところ、孫が割って入った。おっとこれは間に合わない。さあしかも画面端に自分が行ってしまった。どうするマリー、うわー上うまい、お見通しだ。空内入ってクラッシュカウンター出したくなかった。ズカウンターからパラ、うわーやっ
次バヤ、しかしアッパー迎撃。今のはですねバニティステップ対策で、はい、EX バニティステップ必ずこの光って後ろに下がるモーションがあるんですけど、はい、あそこに対してちょっと早めにしゃがみ強パンチを打つことで、うん、今日のバニティステップで飛んできたとしても、はい、しゃがみ強パンチで対空できるっていう、あれに対して勝つには、まあ、弱の EX バニティからシルバーエッジをぶっ放すしかないっていうところであれは、まあ、降臨対策なんですね。降臨対策相当進んでますね、はい、しっかりやれましたね。バニティを出した時はもう一定のタイミングでしゃがみ台パン安定と、ああいう場面でその攻め継続の強 EX バニティ使うことって結構あるので、はい、それだけは絶対許さないみたいな、そんな動きですね。お見事です。さあそしてここはインサイドスラッシュでラインを稼ぐ動き、体力リードは川野の降臨だが、さあ孫カリンのこの降臨対策もかなりのもの。さあ画面端に運搬していく、あの V トリガーがあるんですけれども、孫のやはりゲージがあるというところで何か当たると終わってしまいます。そうですね、ここは打つ、そしてメジ、いやーこれが強い、倒し切りまで。さあゲージ差はある状況で最終ラウンドを迎えた2試合目、ゲージを孫としてはダメージやはり変えたいですね。さあしかし押し込んだ、地上技が長くて強力なものがあるので、うん、かなり危険な間合いで差し合う。さあここはローキックに仕込んである降臨の強み、画面端を作って、さあ多少キックは当たらずだったが入れ替えますか、ダメージ重視、入れ替えずダメージ重視、そして投げ、さあ追いついてきた。ここで川野が V トリで溜まるんですね。溜まります。さあスナイピングキック発動から大きなダメージ、そして距離を稼いでヘイルソムから目の前、今度は打撃、いい攻め、いやあれが強力ですよね、降臨は。やっぱりあそこでその入れ替えなかったっていう選択によって仕切り直しになり、はい、まあ、そのカーンの V トリが発動できる状況になってしまったというのがポイントだったのかなとは、はい、と思いますね。これで川野が2つ目の星、星は2対0、孫カリンを相手にそこまで堂々のカリン戦、しかもこれ技が噛み合い始めてますよね。ちょっと孫としては嫌な時間が続いているので、自らの手で自らの選択で噛み合わせていきたいところ。ここで発動、こうなるとやっぱちょっと降臨側に分があるのかなと。うまい、さあグレンケン、ここもねじ込んでいった、投げもいった、ゲージもある。しかし降臨のこのトリガータイマー結構長い、すごい長い、しかもリーチも伸びる。パラペラムから、いやー2択シルバイチからのジャベリンまでめちゃくちゃ減る。これが降臨の V トリガー2、全キャラでも、ま、日本 V トリガーの中では、はい、本当屈指の性能と呼ばれているところが出ましたね。とところから絶命ルートがあるんですよね、はい。しかもそのどんなに弱くても目で見て対処するのがすごい難しい攻めができるので強いですよね。まあ、生かしましたね、うまく行くしかないというところ。しかしそこは前に出たところに船長入って、いやしかし川野がだんだんリズムに乗ってきている感がある、うん、ね、中距離の牽制の仕方という点でもその噛み合わせてきているというか、まあ、孫よりも ヒットする機会多いですからね今。当てたい技がこういい時に当てられているというような印象がこちら青いキャラクター降臨の川野は、そこの下段からしっかりと繋いで大パラまで画面端になる、打撃を刻んで、いやこの氷をまとった拳が非常にデンジャラス。しかしさあ僕は起死回生 V トリガーを使う。さあ川野が硬いがどこから崩す、トリガーはなくなった。両者に CA があるのみ。とはいえ孫はワンチャンスで終わらないんじゃないでしょうか。そうですね、いやこれはミスになった、ナイスパラ削りか、見事 CA 削りまで、お見事。 V トリガー発動した後ですので V ゲージがなかったために、まあカウントとしてはしっかりこの投げが勝ち筋になるということを理解した非常にいい動きですね。判断早かったですね。これで3対0、両者の表情からはまだ焦りは見られませんが、孫ややこのインターバル肌寒くなってきた。
カリンとしてはやっぱりそのシーズン5の弱体化点の一つ大きなポイントとして画面足でこう投げた後の攻めが前よりもかなりあのしづらくなってしまっているというのがあってですね、やっぱりそこがあるせいで端に追い詰めてなんか体力差関係なく一瞬で逆転しちゃうよみたいな展開かなり減っているんですね。スタンチっていうと相手に与えるスタンチも下がっているので、なのでまあ序盤のリードが前よりもさらに重要になったのかなという印象があります。確かにそういった画面端を絡めた爆発力という意味では、まあ、今シーズンはちょっと難しいと。そうですね、確実にそこは弱くなっているとこう言ってしまっていいと思いますね。さあ川野の頭上には3連勝サンウィンの文字。さあヘイストームを使って攻めを継続するか、中盤割り込んだ。さあグレンケンから、うわあやりにいった。さあこれはもう流れを変えに来ている。ゆっくりからいくせこ取りにいった。さあこの辺りはさすがの経験値といったところでしょうか、かなり強引な攻めを展開しましたが、本当にこの3連敗流れ変えたいっていうのがそう伝わってくるような試合でしたね。レッセン派からの EX レッセン派という、非常に、まあ、当たりやすい連携をゲージを使ってねじ込んで、逆に言えばやっぱ孫は結構もう追い詰められてるという、見方もできそうですよね。ここでちょっと流れを断ち切らないと相当苦しいぞということが伝わってくるような、この試合を川野が取るようなことがあればかなりまずい、そういった1試合になりそうです。さあスナイピングキック、これもクラッシュカウンター、そして投げ入る。さあラウンドは川野、追われるか魔王。ゲージはありますがです、ね、この中距離での、まあ、長い足スナイピングキックがやっぱりクラッシュカウンターになる。うわっ、さあここも当て身だったか、音が聞こえましたね。そうですね、ここで川野の V トリガーが溜まったので孫はもうそれを気をつけていると、スナビキックの外にいるようにしていますね。さあ両者前に出た、投げているのは川野、これで画面端を取った。さあ下がって対空の距離を作っている。さあここでトリガー発動、孫にはリブレージマックス、また来るぞ。ナイスガード、ガードの選択肢、これはさあどうだ、トリガーゲージはまだある。もういやー苦しい、育成いる、きつい、いやーきつすぎる。前に出るか、ああいう長兄は川野降臨、これで 4-0。 さあ羽子さん、はい、この川野の降臨が、まあ、攻めている時に上からまあこの氷を降らせるヘルストームをかなり対応しているなという印象なんですが、はい、やっぱりこの辺りはちょっとこの氷使いの中でも個性が出るというか、キャラによってはそのやっぱりそのガードの上、特に画面足でこう EX のヘルストーム打たれた時に、はい、対処できないキャラが結構いるのですよね、はいはいはい、相手をその押し込んでいけるようなタイプの年技を持ってないと、その反撃しても上から降ってくる氷でむしろのけぞりが長くて逆にダメージを受けてしまうという点があるので、まあ、そういうところで、まあ、状況いい状況で使っていってるって感じでしょうかね。そしてここでキャラクターをたまらずキャミーに変えてきましたが、中距離のリターン差がめちゃくちゃ出るのと、その牽制の相性があまり良くないというのが、これキャミがちょっと苦しいところで、まあ、上からキャノンストライクで乗りかっていきたいんですけど、それに対してこのインサイドスラッシュやフロスタッチ、はい、当て身技、各種当て身技がですね結構効いてしまうと、ちょっとこの4連勝中という川野にはこのキャミーピックも序盤は難しいかという印象、かなりいろいろ噛み合ってしまっている。カスタタリなのでこれ次しない、いい CA を狙ってます。いや大きい一発狙いに行ったところ川野が冷静にさばいていた。そうですね、というのも今打撃が当たるとクリティカルアーツが溜まる状態ですので、はいはい、だったので川野もまあ完全に警戒してましたね。打撃だけはとにかく食らわないような動きをしておけば安全だというような判断、素晴らしかった。早い展開の中で相手のゲージも管理しながら防御方法を変えていく、さすがの両者。うわっ、なかったが距離があった。どうする、孫にはシゲージあるが、ここも仕込み相性、立ち食いパンチや立ち合いキック、しゃがみ中パンチなどがキャミーとしては嫌ですね。となるとこう上から行きたいんですけれども、まあ、序盤でこうインサイドスラッシュ V スキルによる対応を見せられているので、はい、うまく通った。
さあ亀橋、さあどうやって、うわっと、これはダメだ、最悪だ、上から氷が降ってきた。そしてマゴキャミーを襲い続ける。キャノスパイクの入力でちょっと出ちゃった可能性もありますかね。今のは中のクリ、あのクリティカルアーツになってましたね。かなり苦しい状況が続いています。になった、かなり孫としては苦しい時間が続いている。勝利条件は7試合選手、うん、キャミーの勝ちパターンこれです。あ、見事端に追い詰めて倒しきる。やっぱり圧はかなりありますね、うん、序盤でうまく上から乗っかることができましたね。中足、さあうまく距離を測って差し込んでいく。グータイク宇宙戦いいですよ、これ画面足近いですよ、ね、いやこれは入れ替わってしまうか。おお、確認か、後ろ投げ、その前、うわうまっ、着地間に合うのか、素晴らしい、完璧でしたね今、完璧でした、間に合うという判断が素晴らしかった。そして投げが入る、さあまだトリガータイマーはあるぞ、 V トリガーと CA あります、孫の側にも。そうですね、いやー我慢の時間、我慢の 2DC 入る、うおー入れ替わる、いや今のカリアの、そしてハリアナからのゲジワルがバックステップしている、溜まったゲージ使わず、うわー、うわー読み勝っていくか、いやー強いですね、ここ一番の読み合いも制していくという、はい、川の氷、しかもそのフィニッシュも、はい、しっかり立ちこぎクラッシュカウンターで投げというゲージを稼ぐことを意識したコンボになっていたんで冷静ですね。抜け目がない、さあどうする、魔法打ち切りからトリガー発動、差し返し、さあ投げと打撃の2択が怖すぎる状況、しかしトリガーを使って、うわうまっ、強化ストライクを空投げ、どうする、この画面足を大事にしたい、そうですね、マゴキャミーとしてはまだスケーティングはまだできる状況、ストライク出ました、次で終わらせるというダイヤシャット、クラッシュか、いやー危ない、おーい、さあここはしっかりとクロスティングアサートまで、やっとこさ、いや本当ですね、流れを止めたと、本当にやっとこさですね、しかもそのかなり危険な川中もしゃがみ強キック、あれもその勝つための選択肢だったと思うんですが、ちょっとパラベラムが出なかったのかなと、はい、ああいった場面、その、まあ、投げ抜き誘いの後ろ下がりに対して、はい、氷しゃがみ強キック初段ヒットしていればキャンセルできるので、あそこその投げ抜き誘いの後ろ下がりに最大を取りに行くには、まあ、あの動きなんですね、ちょっとクラッシュカウンターした後にまた出なかったという感じでしょうか、それ助けられた感じですね、そういう点では。確かに、うん、さあなんとか待望の石を手にした孫のキャミー、さあここからこの川野を崩していけるかというところですが、いや、やはりスナイピングキックの打ちどころが非常にいい、そうですね、中距離の技が、さあセールストーム、これは当たらず、さあ対策したが、あのように、まあ、相手を押し、あの氷を押し出せる技であれば結構氷から脱出できるっていうのはありますね。いやしかしここも間合い取りが絶妙、おおしっかり、マイナス確定、4を捉えましたね、素晴らしい、なんかこれ攻め手がなくなった上に氷の V トリガーですよ、そうなんですよね、おおやる、この画面端ここで終わらせれば、さあゲージワールが、うわー突っ込んでた、増やした、有利ですから、あー調子、あー動いてしまった、確認完璧か、前ダッシュでスケートで、はい、画面足から脱出するためにリバサー前捨てってことですよ ね、うん、いやただ効果的ではある、なんならテイクストライク気味に変化してても、ね、その下をくぐれてた可能性がありますもんね、
さあ両者中距離で危険な距離で技を振り合うが、でもフロストタッチを投げていたか。やはりこのコーリンの弱点というか投げに弱いというところがありまして、はい、切り返し技が当て身技だったり、その投げ無敵はない技ですので、かなりマゴは、まあ、投げを多めに見せていますね。さあ画面8、さあマンキャミーのチャンスになるが、さあここでトリガー発動、こうなるとやっぱり下がらざるを得ない。8強パンチを食らうとゲームが終わるぐらいの火力になっちゃうしまいますからね。そうなんですね。また来るぞ。さあ投げを無敵技をケアした遅らせの打撃、いやとんでもないところから仕込みが飛んでくる。孫にもトリガーもゲージもあるんで、トリガー発動、前に出るのか。いやー完璧な間合い取り。さあこれで川野が6勝目、リーチをかけた。いや完璧でしたね、強化ストライクを打たせてその着地を取るというバックステップ。羽根子さん、ちょっと孫選手の表情が曇っているというか苦しそうに見えますよね。やっぱキャミーはちょっと一瞬取りましたけども、はい、カーの対応のうまさがちょっと出ましたね。出ましたね。さあリーチをかけられてスコアは6対1。さあ川野が大きなリード、そしてリーチという流れ。どうする、孫はカリン、そしてキャミーを経てまたカリンに戻ってきました。戻ってきた、うん、さあ一気に3まで。さあ火力はねやはりありますよ、非常にあるんですが、うん、さあただトリガーを発動されると、ここはうまく切り返していった。さあやはりこのコーリンの良さ、はい、この V トリガーの、まあ、一発逆転力というんですかね、うん、立ち回りで負けてしまったラウンドもワンチャンありますからね。そうなんですよね、立ち回りが強い上にそういう逆転手段を持っているというのがやはりコーリンの強いところですね。そこをうまく両面生かしてますからね、立ち回りもうまいですし、うん、まあ、劣勢になってもこう V トリガーで逆転するっていうのを川野できてますから、そうなるとやはりかなり厄介な相手となる。さあ、孫はその川野に対してどうするか。またもやヘイルストームを使ったいやらしい固め、そして裏剣を必要に。カウンター早い、痛い、痛ダメージが伸びていく。いや、いい使い方、2回打って、いやこれはかさたりだが発動成功。さあグレンから投げただまだ足りない。攻めはどうやって継続するか。これ何か下手な技を当てて倒しきれないと V トリガー2回目が溜まってしまうというのがちょっとポイントでしょうか。トスマホ、まあ、V トリガー溜めずに倒したいですね。やばい、やった仕込み成功、うん、さあ羽根子さん、はい、羽根子さんがおっしゃった通りの、そうですね、いい決め方ですね。あそこでその、まあ、下手に投げてしまうと、はい、倒しきれない中で V トリガーが2回目カーの溜まっていましたので、そうならないような選択をうまく通すことに成功しました。さあこれで6対2。孫がもう1本取り返しての、これが両者の都合9試合目。さあここからはまだまだ遠い道のりとなる孫かりんだが、もう V トリが溜まってますからね。そうなんですよね。さあこの後まだ4割といったところか、またもヘイル。さあこの一気に詰めてこないというのもいやらしい感じ。やはりこの立ち強パンチ自体が本当に強いので、そうなんですよね、それを使ってもそれだけでも本当に優先進められるだろうと、まあ、お、いい飛び。さあ飛びからうまく、さあ大きなダメージに変えていく。この後着地投げ、いや今そのフロストタッチもケアしてジャンプからジャンプすることで老快な一発出ましたね。さあ緊張感が増している、なぜならすでに川野が孫に対してリーチをかけているという状況。投げ、ただ孫かりんの、おお一冊だ、あー EX レッセッポからのレッセン波、はい、びっくり連携、しかし効果的。投げ抜けを入力してしまうと
レッセンガ自体が空中状態ですので、まあ、当たってしまうっていうのと、下手なその暴れに対しても勝ちますし、ジャンプ逃げにも引っかかるというところで、ここぞでマグワ使ってくる、まあ、前シーズンかなり、見ることがあった動きをここで見せてきました。さあこれで 6-3、 ここからの3連勝でデュース。ただ流れという点では結構マグワ良くなってきた感じしますよ ね。技は当たるようになりましたし、逆にこう技が食らわなくなってきたと、ただ、まあ、一瞬で試合を閉じられてしまう、終わらされてしまうという状況はそのままです。いや、しかし打撃が通っている。打撃この後ですね。打撃、打撃、さあまだ被弾がないままに川野の降臨の体力が溶けていく。しかしいつパラから表裏後ろ遅らせで無敵技警戒か、ユニバーサル警戒ですね今のも。気づけば半分の体力が溶けている。 V タイマーがまだ半分残ってる。危ない、ああ、むちゃくちゃなことになった。いろんなことがある。うわー、押したボタンもいろんなことありましたね今。ありましたね。ヘイルストームがギリギリ当たっていたという。飛ばせて空投げに行って、その着地で、そうですね、また投げたんだけどヘイルストームが当たったっていう感じでしたね。当たってたんでヒットバック中だったんで投げれずみたいな。ただその中距離ちょっと孫がカーノの技打ちのタイミングを掴みつつあるのかなというようなラウンドでした。ね、さあバックを追っていった。おっと、これはガードになってしまった。見逃さずのダメージ。さあ再速投げ、孫が投げて、ここでカーノの V 取りが溜まったんで、うわー、壊しに対してこちら効く。おー、投げ打ち、下がって、しまった。うわー、よく見ている。さあこれでまたもや星を重ねて、孫かりん排水の中で3連勝。水と相性がいいということですね。確かに、まあ、流れが変わってきましたね。そして橋で終わらせるってことをできているので、そうなるとそのコーリンの最も強力な武器である V トリガーがちょっとうまく、まあ、発動できない試合が続いたので、まあ、そこが勝ち筋、勝ちやすい要因だったのかなと。やーっと、これはセッポからオロチに変化したところを取っていった。さあ川野もちょっと変えてきた。空対空、さあまるでパンクを見ているかのような素晴らしい反応。うん、うわー、漏らさせましたね。いい歩きガード。さあ何かが変わってきたか。さあこのお風呂ステージ、戦闘ステージで水を得たか、孫かりん。いやー、クラッシュカウンター、痛すぎるさあ真っ赤に染まる。ただ孫のゲージが全部あるんです。何か台形当てれば、いやー、痛すぎる。うわうわい、飛ばせて落とすか。前に出る、大下車発動ですね。そうですね、おお、壊した。ああ、ねじ込んだ。クレーンからの CA までしっかり。川野側のそのしゃがみジャッキかける3っていうこの感性をつけて、非常にそのガードしづらいというか、ちょっとでも動いたら終わってしまうような連携をよく守りきりましたね今。そう、かなり集中力が高まっている孫を差し返す。中距離の技打ちがちょっとずつ孫に傾いてきている、そんな印象ですね。うまい、うまい、これうまいですね。画面8は川の氷。うわー、差し返し、よく見ている。うわー、抜けて、いやー、怖い距離。トリガー発動、今抜けるが、クレーンが来る。ここでまた川野の V トリガーが止まりました。おっとおっと、無理やり行く、無理やりだ。次はもうすぐ溜まるぞ。さあフロントスターダッチを読んでいる。オロチから、いやー、しかしトリガー発動。マグはどうする。後ろ投げ、あー落ちてしまったか。いやー、川野が再三無敵技警戒をね
ポイントポイントでしてきますから、まあ、勝負どころでしたね。当たれば勝ちの無敵技ですから、それは本当に選択としては強い動きなので、ただそこカーノが冷静に対処したと。しかもあの場面ってその V トリガー発動中なので、カーノがもういわゆるスケートコパンからナゲットの打撃の2択に行けてしまう場面でしたから。そうなんですよね、スケートコパンの密着は超きついというところがありますので、やるしかなかったという状況でもある。しかしこれでさあ川野がリーチを点灯、うまい、乗り始めたマッカリンを仕留めるか仕留めきれるか、それともまだ泳げるかマゴカリン。さあどうする、先に発動したのは川野降臨、ここもしっかりと追撃をしてラインも稼ぐ、ヘルッキャーコンボになる、まだ来る、危ないところナイスガードしたが、とりあえず間に合ったか、投げ入れ替えて CA はある、どうする、上着地取っている、着地警察成功、そしてハードオフ6式覇者の方、まだ終わらない、そしてゲージが1本カーノに溜まった、スケートが来る、おお歩き投げ気合で投げた。いやそうですね、今の場面は、ブライに来るという連携の後、うん、コーリンが2フレーム不利なので、いわゆるそのフロストタッチ当て身の逆2択があるんですね、はい、ですのでまあ投げに行ったというところがありましたね。それが通ったと、歩き投げ、うん、しっかり、逆に川野側はその投げ抜け誘いの後ろ下がりを読むような小足に見えましたね、うん、確かに小足が出てましたが、いやこれでハメコさん、はい、6-5 もつれますね今日。いや今日もつれますね気合入ってますね皆さん。さあ川野はリーチをかけてから4連敗、何を思うかといったところ、そして4連勝でこの試合を勝てばデュースに持ち込む、孫はまたどんな心境か、勝ちますね。あミスてる、これはミスになった。さあそこを見逃さない、押し置きの時間、そして2択目の前からヘイルの攻め、ヘイルの攻め、さあ無敵技をかなり警戒している、 EX ヘイル、これ当たったら落ちながらず耐えたか、いろいろあった、あえてガーをすると思ったんでしょうね、カーノもですかね。さあトリガー状態一応両者だが、このスケートでカーノは終了、グレー、うわーそれそのグレーがーどうなのこれ、裏剣が長い、残って起き出る、うわー打てたさあ孫さんこの試合3回死んでましたねでも難しい場面ですよね、ヘイルストームっていう、まあ、基本ガードするだろうと思ってる動きから、はい、当たっていたみたいな、そのいやもうここからは気持ちの勝負ですね、三死に一生を得ました、三死に一生です。ただ最後に立っていればいい、どんな形でもどんなミスがあってもこの試合を取ればデュースに持ち込める。さあ奇跡の5連勝デュースはいけるのか、孫かり、やっぱり孫の踏み込みが結構深くなってきているの で、ね、ちょっとこっからがちょっとやりづらそうに見えますね。これはちょっと今までは結構その内側に入られる前に技を当てている、そんなシーンが多かったんですが、ね、さあ地上での圧はマグは勝っているかというところだが、さあトリガー中のコーリンは危険すぎる、対空フロストタッチ当て身が入って、ここは難しいガードになったが、ガードしてガードして、耐えたー、さあこれはどこまで減らせるか、おお相打ちになった、よくわからんが、ぐお互いゲージがある、苦しい、危険すぎる、カーノがもう何か当てればゲージ温存したいですね。これは怖すぎる、前に出たからのもう削るしかない、そうですね、最後に立ってるのが大事、そうですね、ゲージなんぞいらんと、さあここはねお互い V ゲージなしの削りが容赦できる状況でしたから ね、非常に危険だった。あもう当てればもう台形当てれば終わってましたから、ただこのゲージ差、さあどうなる、このラウンド川野が取れば決着、おお深い、孫が取ればデュースに持ち込める、あ
前に来るが反応している。いいダッシュ、いいダッシュですね。やっぱ予備動作がないっていうのは非常に強いですよね。それがヒットボックスの強いところ。しかしヒットボックスにしている。今このカリンが画面端、先に発動ですね。ここで発動、スナイピングキック発動。ヘイルだが下がっている。お、レセハ引っかかっているぞ。この画面端、有利、有利を取って投げを一つカバーをする。あー、急塗りだ。うえー、空げから CA も溜まった。さあくぐった形、どうなったこれ。セッポンからオロチ引っかけた。気合の5連勝。いや、ガッツポーズ出ましたね今。デュースまで泳いだ。さあこっからはガチンコ相当泳いだな。いや、これはいい遠泳でしたね。そうか、連続ガードにしないと一応フロスタッチでの対処っていうのもあったので、削りではなく EX セッポ中足オロチっていう、はい、かなり魂乗ってましたね。乗ってましたね。あー、来た、追いついた。まさかの6対1からの6対6。いや、これが長期戦の妙。このカリンが1回は下がったんですが、そうなんですよ、キャミーに帰ってまた戻ってきたこのカリンが。そうですね、排水の状態から。ここからは2試合先勝した方が勝利となります。デュースになりました。なのでこの試合勝った方がアドバンテージとなります。アドバンテージの状況から1試合勝てば勝利です。まずは川野が、そしてパラベラム、うん、しっかりと重ねて投げがヒット。ようやく崩れたって感じですよね。結構そのアブソリュートゼロを使った、まあ、その滑りからの細かい攻めっていうところを何度もこう展開していたんですが、先ほどまでかなり孫が守れていて、ようやくここでカーナックスことに成功した。それがラウンドにつながったと。ただ孫としてはここで集中力切らさないでこのまま駆け抜けたいでしょうね、ただそれは川野としてはさせてはいけないところ。いい飛び、入れ替わりましたよ。さあ守りは CA がある。アイシクルスタンプ、今度は着地際空中ヒットになった。鳥が後ろに一つ投げて、さあこの非常に強い状態、動けない。いやー、チューチューから、お、これは孫がターンを取った。体力リードはカーノ、対空しっかり。ゲダンにする。さあ男の勝負ゲダン、まあ、いやー引っかかってしまった。しっかり投げでフィニッシュ。アドバンテージはカーノ。今のゲダンも、はい、そのこれまでかなり、グレン、長中有利を取れる肘を多用していて、はい、あれに対してやはり、まあ、フロストタッチは怖い場面だったので下段を打つっていう、そんな選択でしたかね。いやー、しかし川野としてはこれアドバンテージ取ったんですけど、はい、これが1試合早ければ決着だったわけで、まあ確かになんと言いますか。しかしこれでまたもやリーチをかけて、レッセンハが追っかけてきたぞ。さあ追尾レッセンハ炸裂、そしてパーフェクトフィニッシュ。どうなる、まだ物語は紡がれるのか。川野対孫、一緒に行く。いいタイプ、しっかり見ている。いやー、こう中足から足をキックが届けばこのようになる。孫のゲージは溜まっているんですが、体力差はかなり、いやー、ダッシュを止めました、ね、ちょっと中距離戦でまた川野が息を吹き返してきたかのような圧で勝り始めている。刻んで全身を止め続けた。これでリーチは川野、どうなるか。7対6、アドバンテージ川野という状況。わー、いい歩き方出せた形。
うわー垂直、垂直が空を切る。しかもこれ非常にいいスタンチ、いやー完璧、このまま終わるスタンチか、オロチから、いやーまたもやデュース7対7 これはまたやばいですね、これはまたあるんですかね、10先の孫になるんですかねそうですね、マグさんもう一回今日やってますからね、てっぺんまで、そういう点で温まってますよね、温まりすぎでしょ、うん、上り泳ぎ慣れてますよね、はい、うん、さあなんということか、またもやアドバンテージポイントを争う試合になる、しかしまだまだ集中力が切らさない、投げ、さあセッポからの投げ、また今度孫のその中距離戦が良くなってきた、さあトリガー中のコーリンだが、孫は下がりながら距離を打ちながら、うわー、これは中段に変化したところを捉えた、ラインが上がってヘイルストーン、ここにメガイが来る、さあ非常に感性がついて変な飛びになる、うーん読み方、無敵技警戒、ゲージを貯めて投げでフィニッシュは川野、いや相当やっぱり、うん、このデュースになってから1試合1試合精神力使うと思うんですけど、そうですね孫の方は今日1回てっぺんまで回ってるんでそうなんですよ、やっぱそういう意味ではもう慣れてる可能性ありますよね、その呼吸をしないっていうことに呼吸をしないことに慣れている、さあここもしっかりと崩している、洗面器から顔を上げずにもう1試合いけるのか、カノまたもや2択状況、裏からしかし見えている、いやー置いてある、しばじからの画面端、ガードが硬い、硬すぎる、耐えた、素晴らしい持ちこたえ、マゴ硬いですね、この端で苦しい状況でもですね、そう下段から使っていきます、さあ使っていく、さあこの CA は残らない、お見事、両者が譲らない、この中でさあ最後に立つのは一人のはずなんだが、わからないですね、もうここまで来たらわからないですね、危ないところ、ちょっとずつ孫が画面端に近づいてきています、いやーがやっぱりある、うむっていうところが効いてますかね、川野の牽制の方がリターンがあるのでちょっと孫は下がり気味になってしまった、そこで川野うまく歩いて、そして本面の石だ、スタンチも若干溜まってる、ヘイル川野の攻め、大剣、いやー大剣硬いですね、硬い、本当に硬いですね、ヘイルからの2択も結構きついですからね、あと一歩のところを結構孫はその気合で守れている試合が続いてますね、投げて次、おあ何もしない読ませてきた、相模京パチ読みですかね、ですよね、対策読み、ね、孫はあと一発触れれば勝てる、あの V タイムは半分で す, です、ね、緊張が、うわあ50番置いてあった、よく押した、いやまたもやアドバンテージは孫よく押した、今のもうちょっと噛み合わせ悪く立ち強パンチャークラシカウンターしたら負けてしまう動きなので怖いところだと思うんですけれども、いやよくぞ噛み合わせた、もう本当に何ですかタイトロープを渡り続けているような、仮面端の守りも橋のしのぎがやっぱりキーかもしれないですね、全体的に見ると橋のこのカーノの V トリガー中の攻めをですね、本当あの防御のガードだけでちゃんとしのげている、そうですね、いやこの川野降臨の橋の攻めがじゃあぬるいかって言ったら全然そんなことないですからね、そんなことはないですよね、ヒット確認も非常にうまいですし、いやースタンチが溜まっている、しかしこの投げは抜けて、いやー上げすぎる、この手を振るところの判定でヒットさせてスタン、まあ、出る、素晴らしい、しかしここはしっかり止めていった、アドバンテージを取ってリーチといったところで
やはり川野がしっかり止めてくる、はい、この流れある種この川野のラウンドもリーチですよ。そうですね、10先リーチです。10先リーチとなりました。うわー着地、うん、しっかり狙っていた。さあ近い、おー生オロチ。このラウンドを取るとリーチがかかるぞ。川野どうする、うん、激アツですね。一戦当て身は上だった。さあリーチがかかった、孫かりん。さあ長い道中に終止符を打てるか。しかしまずは川野、川野がそれをさせない。この画面端上だ、着地はガードになるが、おっダヤシ、ダヤシこれ好きになる。チャンスになるのは孫かりん、打ってトリガー中、このトリガーがダメージに変えられるかどうか、そこが重要になる。上表剣を使って、お倒しに行った。オーラー出ない、どういうか。いやそれでもフォローが早い。マコはゲージが全部あるぞ。2回でチャンスがあれば終わってしまう。気合で2つの針穴、あーこれでチャンスになるか。くれ、いやーなりました。からの、うおー緊張が乗りすぎる。うわーでもから逃げじゃる、一本二本決着。まさかの 6-1 からの逆転劇。マジかよ。9-7、勝ったのはマゴ。すごい試合だった、すごい試合でしたねこれは。さんの精神大丈夫ですか？